自画像ヤン・マテイコは、ポーランドの画家。ポーランド史に残る、政治、軍事の出来事を主題にしたことで知られる。彼の最も有名な作品群には、油彩の、グルンバルトの戦いのような多くの戦闘や、宮廷の光景を描いた、作品、歴代ポーランド国王の肖像などが含まれる。ヤンが1853年に描いた、フランチシェイクと3人の子の絵画、ポーランド分割の最中。 オーストリアによって併合されていたポーランド領の一部自由都市クラクフでマテーコは生まれた。父フランチシェクはフラデツクラーロベーにルーツを持つカトリックのチェコ人だった。フランチシェクは家庭教師として働き、最初はコシチェルニキのワドシッキー家のもとで音楽教師をした。クラクフへ移ってから彼はドイツ人とポーランド人の両親を持つプロテスタントの女性。 ヨアンナ・ロスベルクと結婚した。ヤンは11人兄弟の9番目の子であった。ヤンはカトリック教徒として育てられた。1846年に母が亡くなると、マテイコと兄弟たちは、オーバーンナ・ザモイスカが世話をした。幼年時代のマテイコは、禁願のためたの教科で非常に悪戦苦闘していたにもかかわらず、神宮に次ぐ神宮を許されるほどの突出した。 芸術的転生を見せていた。少年のマテイコは外国語を身につけることができず、母国語であるポーランド語ですらチェコ語の鉛のせいで巧みとは言えなかった。幼いマテイコは1846年のクラクフ反乱と1848年のオーストリア軍によるクラクフ包囲戦を目撃している。二つの事件は自由としクラクフの終焉を意味した。彼の二人の兄、 ジケイドムントと三兄ジグムントは、兵士として二度の事件において、ポーランド側のユゼフ・ベム将軍の下で戦い、ジグムントが亡くなっている。彼は、聖アンナ校へ入学するが、1851年に、成績が悪いせいで退学した。それにもかかわらず、彼の飛び抜けた才能のために1852年から、クラクフ美術学校で学ぶことになり、ボイチェフ・コルネリ・スタットレルと、 ブワディスワ風シュチュキエビチから指導を受けた。この頃、彼は芸術友好協会に歴史上の事件を題材とした絵を発表し始めた。政府から奨学金を受け、1858年にミュンヘイン美術アカデミーで歴史画家ヘルマン・アンシュッツの下で学んだ後、1859年から1860年に掛けウィーン美術アカデミーで学び、彼はクラックフへ帰郷した。 以降彼は生涯をクラックフで過ごした。マテイコが1879に描いた4人の我が子の絵。左からイエジー、タデウシュ、ヘレナ、ベアタ。1863年の1月放棄の間、マテイコは健康が優れなかったことから放棄に加わることはできなかった。彼は金銭状の援助を与えられ、グク社にある反対分子収容所へ鉄放。 火薬類の密用した。1864年に、テオドラ・ギエプトフスカと結婚し、ベアタ、ヘレナ、タデウシュ、イェジーの4校を設けた。同じ年、彼は、クラクフ科学協会のメンバーとなった。この頃、マテイコは、国際的な評価を獲得し始めた。文学的に言えば、定職を持たない、芸術家であった、若い時期の1865年、作品、 スカルガの説教がパリのサロンで金賞を受賞したのである。この絵は、その結果として、1万ギルダーでマウリツ・ポトツキ博が買い上げた。1867年、第一次ポーランド分割に反対した愛国者、タデウシュ・レータンを題材とした、レータン、ポーランドの没落がパリ万国博覧会で金賞を受賞した。ヨーロッパにおける、 歴史絵画の最も結出した典型にマテいコも含まれているとフランス人は批評した。彼の作品を通して政治的な実在性にもかかわらず、未だ分割されたポーランドが存在していることを彼はヨーロッパの他諸国に気づかせることに成功した。これらの作品が高い評価を受けたことで彼は絵画制作に集中できる安定した暮らしを得た。クラックフ美術学校。 1979年に、マテイコにちなみやン・マテイコ美術学校と会称。存命中の彼は校長を務めていた。1873年に、ヤギエゴ大学から独立した母校、クラクフ美術学校の初代校長となった。マテイコは亡くなるまで、クラクフ美術学校の校長職についており、ラコビツキ墓地にある、功績者の工事中央部に埋葬された。彼が生まれたクラクフ、 フロリアンスカ通りの成果は、現在マテイコ博物館となっている。1860年、マテイコは画集、ポーランドにおける衣服を出版した。あらゆる種類の歴史的記録における彼の熱烈な関心と愛国感情を強めるための努力において、ポーランド国民に愛国心を引こうとする彼の願望を反映した企画であった。1861年、マテイコは、 ワルシャワのザヘンタ国立美術館で王妃、ボナの毒殺を展示した。愛国的な挫折感情が彼に宗教画を断念させた。彼は自分の職業と歴史がえ、ほぼ専門的に自身を捧げることを信じていた。事実、我々が科学者の耐えることのない批評法を無視してもそれらから解放されることのないポーランドの歴史の一光景を彼は想像したのである。 マテイコはしばしば、史実には、その当時居合わせなかった人々を作品中に登場させている。彼は事実に基づく事件を表現することに興味を持たなかったが、歴史的、哲学的合成の描写には関心を抱いていた。マテイコの作品は、芸術的用語だけでなく、機能主義用語の見方で見られなければならなかった。彼は歴史を現在と未来の機能として考えていた。 彼の絵画は歴史を描いた挿絵ではなく、むしろ画家の精神の力強い表現であり、世界に対する彼の姿勢である。スタンチクとガムラとマテイコはポーランド史の重要なテーマに的を絞り、歴史上における精密な細部について史実を描くために歴史資料を用いた。彼は歴史画で2つのグループを作った。初期のものは1862年に、 スタンチクを描いた絵で始まった。愛国心の欠如している権力者たちが引き起こした、彼の意見で言うところの、ポーランドの没落に対して向けられた作品である。ジグムント一世の宮廷道消しスタンチクに、彼は自身の姿を重ねている。道消しは国家の両親の象徴として表現されている。彼は、その他の人物たちから離れて、孤独のまま椅子に、物を上に座っている。 最後に、悲劇で終わる、モスクワ大公国イコール、リトアニア戦争の最中の出来事を見せているのである。この絵のグループには、1864年のスカルガの説教、1866年の冷淡が含まれる。第二のグループは、1月放棄の後に描かれたもので、ポーランド氏の有名な事件に捧げられている。マテイコは、ポーランド氏に残る多くの主要な事件。 戦闘を描いた。最も有名な作品は1410年にポーランドがドイツ騎士団に勝利を収めた戦いを描いたグルンバルトの戦いである。絵には明白な愛国者の努力が見える。ポーランド人の愛国主義の無比の遺魂として国際的な喝采を集めた。このグループのその他の作品にはルブリン合同プスコフ包位戦でのステファン・バートリ、コペルニクス、 ジグムントの金、プロイセンの真珠、第二次ウィンホーン包囲でのヤン三世、ソビエツキ、ラツワビツエの戦いでのコシチュシコ、ポーランドにおける文明化の歴史、5月3日憲法がある。1890年から1892年にかけて彼は自分の本、ポーランド国王の肖像にまとめられた歴代ポーランド国王をすべて描いた。彼の細部に傾けた献身は、 女王ヤドビガの頭蓋骨をスケッチするため、1887年に行われたヤドビガのサルコファガス公開に立ち会ったことから明らかである。歴史上の事件に加え、マテイコは肖像画を数作制作している。1879年の花嫁衣装を着た妻、1879年のポトツキ、1890年のタルノウスキ、1892年の 自画像である。マテイコは320の油絵、数千にも及ぶデッサンと水彩画を制作した。晩年に当たる1889年から1891年までの間、彼はクラックフの聖母マリア大聖堂内の堂々とした多彩画を描いた。彼の最も重要な絵画群は第二次世界大戦中戦火を避け隠された。1945年以後、 作品の大多数が発見され、修復を受けた。作品は、現在主に、ワルシャワ国立美術館に収められている。彼の作品は数千にも上る、複製品が散らばり、彼を、ポーランドで最も有名な画家の一人に押し上げた。そして、ポーランド史の鍵となる多くの出来事の典型的な、説明図となっている。マウリツィ、ゴットリープ、ヤチェク・マルチェフスキ、ユーゼフ・メホフェル、 ビートルド・プラスコースキー、レオン・ワイクスコースキー、スタニスワフ・フビスピャンスキー、エフライム・モーシェリリエンラが知られる。ゼネラル・イン・ライン。ありがとうございます。